はい、毎日学習会の林です。合格者のまこです。よろしくお願いします。今日はあの体系的な行動計画を立てるってところで、まこさんはもともと小中高大ってこうずっとタイにいたので、うん、受験したのはもうタイの大学何年生の時？2年生始まる前ですね。っていうとタイの大学は1年生の時だった。1年生の時です。うん、なのでまあ日本の学年でいうと一度日本ん年齢的に言うと1浪目かな。受験したのは、受験したの、いや、3つ下がってました。それはなんか、どんな感じで3つ下がってました留学ですね、全部。あ、留学してアメリカ留学したりとか、タイ留学したりとか。あ、全部タイです。タイの留学してて、3年ぐらい下がったんですよ。3年ぐらい。もうその、なんか受験した時はもうほんと3浪目みたいな感じだったんですよ、日本で言うと。そしたらもう多分こう絶対にこうここで受かんなきゃっていうのが、そう、焦りがありました、ね、焦りがあったと思うんだけど、はい、なんかこう受験勉強する時のこう受験勉強の計画とか、はい、他の塾で A を2回落ちてから毎日学習会来たから、はい、来たの12月とかだったね。来たの12月です。だからその12月の1日とかから始めて、はい、2月の結局15とかそのあたりで合格できる、2ヶ月半で合格できるレベルを作るために、はい、自分なりにどうしたとかって何かこうあります？どういう行動計画を作ったかとか。毎日やることを、うん、とりあえずカレンダーに書き込んで、それをやってました、うん、なるほどね。うん、いや言うのは簡単なんだけどさやるのは結構難しいと思うんだけど、ね、なんかこう毎日カレンダーに書き込んでやるっていうのはどうしてそれができたと思う？いや、なかなかできない日もありますね、うんうん、なかなかできない日もあるんだけどだ多めに計画は作っといて、うん、できない日のやつをバッファーするとかそういう感じなのかな、うん、そうですね、うん、うん、どうやってやるとか、あと毎日会ってたもんね、ほとんど。あ、確かにそれはありますね、うん、毎日、だから毎日学習会の個別、まあ私が指導したんですけど、うん、私と西新宿で会ってて、だから毎日会ってたから、はい、こうなんかやんないとさ、毎日2時間とか授業やってたから、うん、毎日2時間とか授業やってたからやんないと多分そのなんか2時間何にもせずに終わるっていう感じになるから、うん、それはそれで結構きついよね、はい、俺と2時間何にもしないのって結構きついじゃん、うん、俺と2人で部屋行って2時間何にもしないってのが結構きついから、だから多分何かしらやってこなきゃいけなかったっていうのは、うん、まあ興味あるのかなとか、うん、そういうところは多分すごく思ったりはするんですよね、うん、だから多分なんだろう、人と約束してるっていうのはすごく多分こう勉強進める上では大事なことなのかなと思ってて、なんかそのなんて言うんだろう、こう人間ってさ、やっぱさ、こう人と約束してるから、こうそのうーん、人と約束してるからこそこうできるっていうのって多分すごくあると思ってて、約束ってやっぱ守りたいじゃん、うん、でその約束ってやっぱ守れないとすごい申し訳ないなと思うしさ、まして俺と2時間何もせずにいるって結構きついじゃん、だからその約束を守るためにやろうってのはやっぱ強いだろうね。そのなんか AI とかさ、そういうのがどれぐらいこうこれからできてきてもさ、そのやっぱ約束、人間と人間とがさ、こう約束を守るっていうことにかなうものってなかなかないのかなっていうふうに思ってて、まあそこの部分ってすごい大事なので、やっぱりこう毎日毎日こういうことやってきますっていうのを、うん、守るために頑張ろうっていう意識がすごい強かった。はい、強かったですね。あと友達と一緒にその勉強場所みたいなの借りてたんですけど、うんうんうん、もうどっちが毎朝早く行くかみたいな競争みたいになってましたね、うん、どっちが早く行くかと、あとどっちが遅く帰るかみたいな、うん、なんでなんだろう、やっぱ友達の存在が大きかったかもしれない。まあ、だから、なんて言うんだろう、そのライバル意識ってのは結構違うかもしれない、うん、なんか次のちょっと動画で、なんかその、要は、いい受験仲間の見つけ方みたいな話をちょっとしようかなと思うんだけど、やっぱりこう、そのどっちがね、早く来るかみたいなところとか、うん、そういうのってやっぱすごくあるかなと思ってて、それはまあ、すごい大事だね、子供っぽいですけどね。そうそうそう、だから、あれ、うちの塾の方で、だから、2人で一緒に借りて、だからやっぱりそれはすごい大事かなっていうのは思ってて、そういうところですね。だからやっぱりしっかりその辺仲間どういうふうに言ってるかっていうところをちょっとじゃあ次の動画でお話しできればなと思います。よろしくお願いします。
までご覧いただきましてありがとうございました。